特段ありません。こちらから、はい、代表で NHK の田中ですけれども、はい、直近 の、 まああの外交日程のことでお伺いしたいと思いますが、うん、3年余りですね、はい、の間開かれなかった日中韓のサミットが、はい、あの開かれることになりましたけれども、うん、まずこれにつきまして、その日本としてですね、どういったそのものにしていきたいのか、でどういった成果をここで得たいのか、その辺のですね、意気込みも含めてお伺いできればと思います。うん、まず今週末、約3年半ぶりに日中韓サミットを、開催する予定であります。また合わせて、パク・クネ大統領、李克強国務委員総理と、まあ、首脳会談を行うことを予定しております。まあ、これら、まあ、サミット等の会議においては、経済ですとか文化環境をはじめとする、協力案件、まあ、幅広いこの協力案件を総括して、ぜひこの現在あるいは将来のこの方向性について、しっかり議論をする、こうした会議に、したいと思っておりますし、合わせて地域情勢についても意見交換を行う予定にしております。ぜひ協議を開いて率直な意見交換が行われる、そうした有意義な会議にしたいと考えています。それから日中日韓 の、まあ、その首脳会談に合わせてですね、はい、それぞれの国との外相会談についても調整されていると思いますが、うん、はい、そちらにおけるですね、その、まあ、位置づけ、それからどういったことを日本としてそこで訴えていくのか、またそこでどういった成果をですね、得たいと考えていらっしゃるのか、うん、その辺外相会談についてもちょっとお話を伺えればと思います。はい、今申し上げた、首脳会談と合わせて、日中日韓の、まあ、外相会談も、まあ、行う方向で調整をしております。ぜひ、今回行われるこのいくつかの首脳会談 の、まあ、その準備を、まあ、行う、まあ、会談として、しっかりとした議論を行っていきたいと思います。外相会談においてしっかり準備をすることによって、このそれに続くこの首脳会談を、まあ、成功に導きたいと思っています。各社さん、何かございますでしょうか。大臣、朝日新聞、安倍ですけれども、パク・クネ大統領ですけれども、はい、朝日新聞と毎日新聞の共同インタビューに答えまして、慰安婦問題の年内解決を改めて求めて、います。で、韓国側からは具体的な提案というのはありませんで、日本側にこの解決を求めているような形ですけれども、日本側としてはこの辺についてどのように対応されるようなお考えでしょうか。まあ、ご指摘のこの慰安婦の問題について、我が国の、まあ、基本的な立場は変わっておりませんし、まあ、従来から説明してきた通りです。まあ、引き続き粘り強く議論していきたいと思っています。大臣、すみません、はい、毎日新聞です。関連してなんですけれども、そのパク・クネ大統領はですね、この今回の会談を、まあ、機会に日本側の提案を求めていると、うん、で、まあ、その11月2日にですね、会談を行った際にを念頭にその提案、日本側が解決策を提案するように求めているんですけれども、うん、今回その会談で日本側として新たな提案を行う、これではありますか。日本側の基本的な立場は変わりません。粘り強く協議いたします。大臣、それからですね、NHK です。日中 の、 その外相会談、あるいは首脳会談、まあ、外相会談の場において、その中国当局がですね、公式にその日本人を4人拘束しているというのを認めましたけれども、この問題をその会談で取り上げられることがあるのか、あるいはその今回その公式に発表したことについての受け止めとしてですね、何かご意見あるかお願いして伺いたいと思います。ご指摘の点については本年5月に、遼寧省と浙江省で邦人男性2名が、中国当局に拘束された旨、まあ、中国側から通報が行われました。まあ、それ以上の詳細についてはコメントを控えたいと思います。そして首脳会談 におけるこの、まあ、議題についてはさまざまな関心事について、まあ、議論が行われるものと、まあ、予想されますが、
今の段階で何かこれを取り上げる取り上げないそういったことを予断を持って申し上げるのは控えたいと思います。大臣、寺田知事です。はい、首脳会談外相会談含めて、はい、南シナ海の問題埋め立ておよびこの前イージス艦の航行ありました、うん、その辺については取り上げるつもりありますか。それからまた日本の立場についてお願いします。今申し上げたようにさまざまな分野におけるそれぞれの国のこの関心事項が取り上げられることになると想像しますし、そして合わせて地域情勢や国際情勢についても、意見交換が行われるものと思われますが、具体的に何が取り上げられるのかということについて今の段階で私から何か申し上げるのは控えたいと思います。もう一点、はい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 、南シナ海の流域権問題に関してですけれども、はい、フィリピンが求めていた仲裁手続きに関してオランダハーグの、裁判所がですね、管轄権を認める決定をして、はい、審理を続ける決定をしましたけれども、はい、そのことに対する政府の決定、ちょっとご指摘の点今一度ちょっと私自身ちょっと確認をしていきたいと思いますが、この航海の自由航行の自由と、海洋における、この法の支配の尊重、まあ、これは国際社会にとって大きな関心事であり、共に協力しなければいけない課題であると思っております。まあ、そういった観点からご指摘の点についても注視をしていきたいと考えます。ありがとうございました。